SF 映画には空想の世界が実際に存在するかのようにリアルに表現する最先端の CG コンピューターグラフィックス技術が駆使され、その技術は映画制作のコストダウンと省力化に貢献しています。CG モデルとして表現されたキャラクターに人間らしい動きをつけるために利用される技術がモーションキャプチャであり、今や映画の制作には欠かせない技術となっています。秋田大学は従来の光学式モーションキャプチャの技術では不可能とされていた繊細な手と指の動きを計測・記録できる高度で高精度な装置を開発しました。従来の全身の動作に加え、手と指の繊細な動作を再現するデジタルコンテンツの制作を可能にしました。この開発により、これまで不可能とされてきた伝統芸能ピアニストの繊細な指先の技巧や熟練した外科医の手の技などの記録・解析を可能にしました。秋田大学のモーションキャプチャの技術は様々な分野への応用が期待されています。近年、貴重な地域芸能の伝承者の高齢化や地域の過疎化により、様々な文化が消失の危機にあります。秋田県の国指定重要無形民族文化財の一つである西馬音内盆踊り、繊細な指先の動きを記録するために開発された技術ですが、この技術を応用することで貴重な芸能などの地域文化を後世へつなげます。近年の交通事故における高齢者の比率は 48.5% と最も高く、その 69.2% が歩行中に発生しています。車道横断時に要求される身体機能を定量的に評価し、交通事故の誘発要因を明らかにすることで、高齢者の歩行交通事故の防止に大きく貢献しています。技術の急速な発展とともに、さまざまなシーンでものづくりの基盤はますます重要な役割を果たす時代を迎えています。実践・実習教育の推進と創造を柱に、地域社会への積極的な貢献に日々取り組んでいます。アメリカで開催されたロケットコンペティションアーリス、秋田大学もさまざまなコンペに出場し、着実に技術力が向上しています。秋田大学では人工衛星の開発と打ち上げを目指し、基礎技術習得のため CANSATの製作と、近年注目されているハイブリッドロケットの製作に積極的に取り組んでいます。燃料材に火薬を使用せず、爆発などの心配がなく、環境にも優しいハイブリッドエンジンへの取り組み、秋田大学の独自のコンセプトとユニークな分離機構の開発で、2008年パテントコンテストで特許支援対象に選ばれ、学生が特許を取得しました。学生自主プロジェクトは着実に明日への一歩を歩んでいます。秋田大学の特色のある教育事業として、男女高校生を対象に毎年実施しているロケットガール&ボーイ養成講座を開催しています。ハイブリッドロケットやカンサットの製作・打ち上げという高度で複雑なプロジェクトを達成するため、生徒自身が問題点を見つけ、仲間と協力して問題解決に挑むことで、計画力、問題の発見と解決力、
プロジェクトを成功させるためのコミュニケーション能力の育成に取り組んでいます。毎年8月中旬開催の日本最大規模の宇宙イベント能代宇宙イベント、学生社会人ともに県内外から多くの参加者が訪れ、宇宙教育の普及と宇宙開発を支える人的資源の育成に加え、技術の向上と交流を深め地域の活性化を目指しています。知識や技術を学ぶ教育だけではなく、理工系の楽しさ素晴らしさを実感し、科学や工学への興味と関心を深める事業を積極的に推進しています。今日はですね、ペットボトルを使って、水ロケットを作ってみんなで飛ばしましょうという、そういう会です。秋田大学は先ほどご紹介した能代宇宙イベントでの地域活性化の役割のほか、小学生を対象に科学に直接触れ体験することのできる教育、ものづくり体験型事業を毎年実施し、積極的に社会貢献事業を展開しています。親子で楽しく学びながら水ロケットを製作し打ち上げる水ロケット大会やモデルロケット教室、ロボット教室やジャンクヤードバトルなど、さまざまな体験型授業の展開で地域と連携し、市民を対象とした社会貢献活動を推進しています。大学の和光度の空への挑戦は無限大です。ロケット大好き。誕生から46億年の地球、地球が育んできた資源の恩恵を受けて、私たち人類は恵まれた生活を送り、現代社会全体が成り立っています。文明の発展とともに大量の鉱物エネルギー資源が必要な今、さまざまな技術の研究開発に期待が寄せられています。秋田大学工学資源学部では、前身の鉱山学部や鉱山専門学校時代から長年黒鉱の調査研究を進めてきました。丹念な地質調査によって、特定の時代の地層中にだけ分布することを突き止め、黒鉱鉱床の解明と探査法の確立に大きな貢献をしてきました。現在でもロシア、ウラル山脈やモンゴルにおいて国際研究プロジェクトを進行中です。秋田県の鉱山では小坂町の小坂鉱山が有名ですが、黒鉱開発は明治時代中期まで複雑硫化鉱石と呼ばれた黒鉱から金属を取り出す技術はありませんでした。しかし1898年、小坂鉱山で黒鉱の精錬技術が開発され、銅、鉛、亜鉛および多種の金属が生産されるようになり、この技術は現在の複合リサイクル精錬に発展しています。レアメタルとは、地球上にほとんどない金属や経済的技術的な理由で抽出するのが難しい金属の総称で、コバルトやバナジウムなど全部で31種類にわたります。わずかな量を加えるだけで製品の機能を上げることができるなどの優れた特徴がある一方、世界的な需要拡大で供給難が懸念されています。レアメタルは使用済みの電子機器、携帯電話などに含まれるため、それらをリサイクルすれば再び資源として利用できます。日本国内で発生する使用済み製品にはレアメタルを含むものが多くあり、都市鉱山と呼ばれ、リサイクル技術の開発が進められています。秋田大学は私たちに豊かな生活と現代社会の土台を支える技術の発展に全力を傾けています。